高校卒業するまではもうサッカー、もうサッカー選手になりたくて、部活終わった後一人で練習したりとか、もう毎朝ジョギングとか筋トレとか、スポーツやる人ならではのなんかそういうソウルみたいなのもあって、まあ単純に諦めねえぞとか、絶対やってやるぞとか、あれ今やってることって結局あの頃興味持ってたことじゃんとか。ただベネチアでなぜその自分で店やりたいかと思ったのが、まあそこに住む人たち、ベネチアの島の至る所でみんなが楽しそうに話をしている、でもちろん建物とかもかっこいいし、運河も流れてるし、このビジュアルとローカルの人たちが楽しそうに交流している、そういう生活東京に作りたいなってふと思って、東京の中のおしゃれなところで渋谷でやりたいなとか、恵比寿でやりたいとか、代官山、中目黒、高いで、ネットでこう物件をいろいろ見てたら、あ、高円寺いいじゃん高円寺忘れてたなと思って、物件を契約した時、貯金ゼロなのに物件契約しちゃったから、じゃあこれからお金どうしようか、まあ、結局はなんやかんや親に借りるっていう一番手出したくないなってとこに、ごめんなさいお母さんちょっと貸してくださいみたいな、お店のコンセプトとしてはイルドージェもいいなと思ったんだけど、個人の思いで言うと、なんかこうちょっとね、個人的には料理でもなくてワインでもなくて、個人的にやりたいことはこれだけではないっていうのがあって、ちょっとごめん10日間休みちょうだいって言って、一人でイタリア行ってきてずっと考えてて、なんだろうなと思ってて、料理を食べに来るお客さんがいっぱい来るものだから、僕たちもすごく忙しくて、お客さんと話してる暇がないっていう、人がこう集まって交流できる場所を、もう本当にスクエアを作りたいというか、だから本当にちょっとわがまま、自分のわがままで作った店自分のわがままかな、うん、本当に。コロナがのこの感染の拡大、3月ぐらいから割と日本でも広がってきてて、で僕も3月の後半ぐらいで、これ本当やばいなと、店内の営業はもうやめちゃってテイクアウトだけにしたんだけれど、まあ一応自分でこう資金繰りを計算したら、5月2日ぐらいで潰れると通帳がもう多分大学生の貯金額レベルになっちゃって、まあ、その状況の中でクラウドファンディングも準備はしてたんだけど、本を作るというか雑誌を作るぐらいの作業量で、これでお願いしますっていうそのクラウドファンディングの会社さんにお願いすると、ダメですとここを直してくださいと、ああっつって出す、ここを直してください、すごい大変だったんだけれども、お客さんからはスタッフすごい褒められるというか、6月25日に終了して本当にこう300万円を超える金額と244名の支援者の方々がいて、中には本当になんか10万円レベルで支援してくれる人もいたりとかすれば、逆に2000円で、2000円おそらく
そんなにね、今みんな大変だから、でもそれでも2000円をやってくれるとか、それもそれでまたなんか熱くて、いやもうお店は絶対に潰しちゃダメだ、みんなのために潰しちゃダメだなんて勝手にそんな使命感みたいなのも感じるぐらい、すっごいコロナ嫌だけど早く終われと思うけど、ちょっとだけコロナありがとうっていう、うん、向こうのお店はイタリアと日本をやっぱりフュージョン、本当だったらちょうど今頃オープンする予定だったんだけども、まあ、ちょっと今コロナの影響で一回ちょっとストップして、でお店の名前も高円寺で行こうと思ってて、理想を言えば高円寺からもうみんなベネツィアにちょっと行こうよ、でベネツィアの人が、あ、じゃあちょっと高円寺行ってみたい、リアルな人と人の交流、うん、それが一番、うん、好きかなと、うん、もう僕はそれはコロナ終わっても変わらないと思うし、うん、で大学行ったらもちろんまた大学でサッカー部があって、サッカー部の人はもう寮に泊まんなくちゃいけない、家から通っちゃダメって、もうすんごいお金がかかると、だからもうサッカーは趣味で行こうっていうふうに、今戻れるんだったらちょっと挑戦をもう一回してみたいと思うけども、でももう戻れないんで、だからやっぱあの時ぐらい熱くパッションを持って生きていきたいっていういうのはすごく強くて、まだまだオンザウェイです